2019年の1月の16日、水曜日かな、4時40分です。おはようございます。おとつ、おはよう。ゆっくり休めたかな。今起きた。何時間でした？昨日何時に寝たっけ？昨日何時に寝た俺？12時間以上寝たね。昨日何時に寝たんだ？12時間ぐらいか。いや、俺、12時間以上寝るよ、普段。面白かったよね。スタンド使いでしょ。スタンド使い見た。今年一位笑ったよ。すげえ面白かったよね。最高に面白かった。変な人ばっかりだよね。あ、ザ・ワールドでしょ。時を止める能力者だな。でもまあ他の人たちもいいキャラクターだったよね。なんだっけ、ニモだっけ。ニモとかいうやつも、なんか頭が超絶悪くてさ、すげえ面白かったよね。ラッセンって誰？ラッセンって誰？ラッセンってなんだろう。長井みたいな人？長井？わかんない、誰だろう。あれは品川さんだね。
長尾さんっていうリスナーさん。うん。俺は品川さん。え、イルカの絵なんかやってた？ラッセン、え、何ラッセンって。イルカの絵なんかつけてた？ん？クジラなんかあったっけ？それが何のことかわかんない。なんで俺より詳しいのみんな。クジラの絵とか飾ってあったのかな？気づかなかった。バターレーズン。スピリチュアル大工か。いや、あいつは、そこ抜けのバカだったね。なんか、男子コメント書いてる典型的なやつ。いや、出てきてないだけで、あんなのがいっぱいいるんだよ。あんなのがずっとお前バカだなって俺にマウント取ってる。おはよう。はい、ロンパーとか言って笑ってるコメント欄とかいるじゃん。女のばっかりだ。面白かったよね。あれ、夕方じゃなくて昼だったか。あれ、昼か。ああ、セミプロね。で、言った通りだったでしょ。ストロングゼロ飲んでるんだ。だいたい、ああいううだつが上がんないやつ、提唱とかさ、ストロングゼロ飲んでるとかさ、普段放送で言ってるのが全部噛み合ってて面白かったでしょ。でも悩みなさそうで羨ましいよね。なんか毎日毎日楽しそう。考えない人の悩みがないわけだから。
ああ、まあ、ギャンブルと風俗とストロングゼロを毎日飲むことだけが生きがいなんでしょパチンコ系は、あと風俗でしょ。なんだっけ、お分け見たまだっけ、なんだっけ。なんか言ってたね。お分け、お分け玉、お見玉。いや、パチンコやるなら、ああいうバカみたいなカモがさ、毎日毎日金握りしめて遊びに来てくれて、最高だよ。だって、毎日売り上げどれくらいあったかな？すごかったもんな。300万ぐらいの利益でしたもんな。松屋で働いてるとき。で、彼らはずっと俺は勝ってるって言ってくれるんでしょ。ホワイトカラー何それって言ってた。いい商売だよね。っていうか、まず俺、パチンカスの、まず一番怖いところって、勝負をしに行ってるっていう感覚がすげえなと思うの。まあ、10万ぐらい持ってくんでしょ？ 30 万ぐらい稼いでるとしたら、月収の3分の1を握りしめて、巨大な資本に挑みに、北朝鮮に挑みに行くわけじゃん。かっこよくない？ 月収、たかだか月収、3分の1を握りしめて、一晩で、その北朝鮮をこう潰してやるぜみたいな話に聞こえてくるんだよ。そう。無理無理無理っていう。それミサイル代に変わるだけだからっていう。だから、お前何と勝負してんの？みたいな。いやいや、映画の制作名目で集めたお金は映画に使ってますから。新宿アラジンのミリオンゴッドに使ってないですよ、僕は。機材購入してるじゃん。知り合いの独身おじさんはパチンコ屋と結婚するって言ってた。すごい表現だね。ちょっとかっこいいな、ロックだな。おはよう、エイリアンってかっこいいな。エイリアンズの歌詞みたいだね。遥か空にボーイング。
ったって50万集まってないよ。ふわっちは人間動物園みたいで面白い。うん、今のは低糖質パンじゃないよ。キモタハゲみたいな頭してんな。あのね、ドレさんから断られた。ドレさんに沖縄二人旅行きたいって言ったら、ごめんなーって、あれは一人で行くわ、別企画でやろうって。ドレさんに正式に断られちゃった。打診はしたよ。21号さん、前から言っててくれたから、リスナーさんでも期待してる人もいるし、俺もドレさんと旅行きたいから沖縄ダメかなーって言ったら、あ、これは沖縄一人で行くわって。和道が和道であるために、モテるね。ドレさん、大阪がいいんじゃないって言ってくれたよ。なんか大阪だったらなんかドラマ起こりそうだし、配信者も多いから大阪二人で行こうよって言ってくれた。光はバウンスさせてるからそんなに当ててないつもりなんだけど。何系の映画ですか？何系の映画？ジャンルですか？ライブ配信者の映画ですね。ああ、まあまあ、街が気さくだからね。いや、真っ白に近いのはこういう感じでしょ。こういう状態でしょ。バウンスさせてるって。そうね、ライブ配信者を元にした映画だね。いや、あの現場で教えてもらった。あ、どうなんだろう。まあまあ気使ってるんじゃないの。ドレさんもドレさんで。もう全然稼げてないよ。今月またやばいね。家賃払えるといいけどね。なんだよ、そんなにやっかむなよ。おはよう。配信お疲れ様です。ハイエナとか言わないでよ。ただ呪縛やってるだけですよ。呪縛を。あ、フェルミ研究所か。結構人気だよね。
風船ありがとう。フェルミ研究所は人気だよね。あれ系結構流行ってるよ。ここ1年ぐらい。アイテムが投げれない？どういうこと？ありがとう。あれ、なんかまたバグってるな。何もらったかわかんねえな。ありがとね。何くれたんだろう。あれ？表示がバグってる。なんかのアイテムありがとう。他の人を気にする人は自分のことへ夢中になれてない証拠。ああ。バガーだ。なんで表示されないんだろう。ありがとう。あゆはとつ。寝起き。なんかね、俺の携帯が壊れてんのか、なんなのかわかんないけどね、コラボとかもバグるし、すごい調子悪いんだよね。新しい iPhone 買わないとダメかな？もう、4年か5年使って、4年か、もう4年使ってるかな。なんかね、投げれた丸は表示されるんだけど、なんて言えばいいんだろう。ちょっと見せようか、みんなに。ね、ちょっと待ってね。こんな感じで表示されるんだよね。デザインかな。俺にはこういう風に投げれたかなーって、丸の中が何にも表示されないのよ。丸の中が。だから、何のアイテムかわかんない。これ、今、キャプったやつなんだけど、見えてる？投げれたかなーって今のコメントじゃん。こういう風にね、そう。わからないんだよね。アイテム欄見てもこんな感じなの。
ああ、全然、今日もコラボとつまつにしてるから、誰でも上がれるよ。まあね、俺が指定することはできないから、面白い人が上がってきてくれたら面白いよね、昨日みたいにね。過疎の人でも面白い人いるよね、やっぱね。はいはい、いってらっしゃい。全然面白くない人でもいいんだよ。いろんな人と絡んでみたい。言いたいんでしょ？仕事行ってきますって。俺に行ってらっしゃいって言ってもらいたいんだよ。ふわっちで金持ち自慢するリスナーってアイテム投げないよね。高いよ、大丈夫だよ。
なんでのりこの家見たことあんの？誰でも上がっていいよ。コラボとつまつなんで。誰でも上がっていいよ。ああ、日本はコンテンツにお金出さないよね。映像コンテンツに。1000円でね、バックグラウンド再生がでかいよね。あと音楽聴き放題だっけ？ありがとう。あれは猫の部屋だね。トリコの家、普通に見たらビビるぐらい金持ちだけどな。正直初めて見た時ビビったもんな。ネットフリックスとかアマゾンプライムとか。YouTube とかね、だんだん課金がね、良くなってきたね。わかんない。いや、のりこの家は初めて見たときビビるぐらい金持ちだったね。
アラジン行かないけどね。なんでアラジンに行ってるイメージがついてんだろうね。のりこ今ね、配信めちゃくちゃハマってるんだよね。なんか、ヘビーに見てるね、いろんなところ。超躁状態っていうか、夕方のね、あの人、よかったね。長野がちょっとよくわかんないけど。のんちゃんのことじゃない？のりこは。年上だね、だいぶ。いくつぐらい上だろうな。15個か。そうだね。お付き合いする人、年上の人が多かったっすね。あ、そうなんだ。甘えん坊だからっていうか、まあ、なんか話が合う人、年上の人ばっかりだね。雰囲気が合う人が。年上の人の方がなんか会話がスムーズに成立するというか。いや、お金持ちじゃない人ばっかりだったけど、お金持ちの人と付き合ったことはあんまりないよ。みんな普通に働いてる人だったかな。あんまりなんかこう騒がしいタイプの人よりもおっとりしてるタイプの方が好きだね。ていうかコラボ全然上がってこないな今日。朝方だからか。
物静かな人ばっかりだな、確かに言われてみたら。おっとりしてる性格の女性が好きだね。ああ、そうだね。ニラ猫みたいな、ああいう陽キャの人とは付き合ったことないね。一回もないね。寒くないよ。ああ、もう典型的なね、確かに。ああいうタイプの人と付き合ったことないな。ああ、よく言われるね。ゲイの人によくモテるね。ひどんなにもこの前80点って言われたね。和道さん結構タイプよって言われた。和道さんゲイにモテるわよって。昔から結構モテるね、ゲイには。っていうか和道さんゲイでしょって言われる。あんたもこっちの人でしょって。いや、そんなことないっすよって。おはよう。昨日の配信面白かったね。いやー俺もすげー笑ったもん。メンヘラの人が好きなわけではないよ。メンヘラの人が集まってくる傾向はあるけどね。KP ありがとう。うざい人いっぱいいるよ。あー多分男と付き合ったらハマるかもしんないね。目覚めるかもしんない。俺もそれね、ある危ないなと思って気をつけてるね。男に走ったら男に行きそうだから。気をつけてるね。ああ、いや、昔から言われるから気をつけてはいる。俺、親にも言われてたもん。ホモかもね、って。でもね、男性で勃起したりドキドキしたことは一回もないから、多分ないとは、そうじゃないとは思ってるんだけど。うん、玄道が父親のふりをしてるんじゃないの。もう一回あらすじを説明するね。もう一回。玄道は、真珠君を捨ててるのよ。学校の先生に預けて、ネルフっていうところに所属をしてるの。生まれて小さい時に。で、それがなんでなのかっていうのが、玄道の目線からすると、自分の父親なのか、自分が父親なのか、冬月が父親なのか、わからないから遠ざけたの。だからゆいっていう奥さんがいるんだけど、奥さんだけが本当の父親を知ってるっていうことね。女性的だからじゃないの。だ玄道は父親のふりをしてるわけじゃないの。玄道の目線からすると、俺が親なのか冬月が親なのか分かんないっていう状態。だから、うまく愛せなくて遠ざけたっていう感じかな。真珠君はもちろん分かってないんだよ、それを。だから単純にお父さんに捨てられたっていうコンプレックスがあるっていう。だから目線、立場によって変わるんだよ、その設定。設定っていうか状況が。だから、急激の映画版のラストだと、すまなかったな、真珠って言って。そう。俺のせいで巻き込んでごめんなって謝るの。真珠は悪くないの分かってるから。うん。玄道はだから勘ぐってるって感じだね。だから自分のお母さんを復活させて真相を問い詰めたかったって。でもまあ描写的に考えたら、
冬月がお父さんだよっていうことをずっと示唆はしてるのね。要は、玄道はお父さんじゃないんだよっていうことは説明をしてる感じかな。ずっと。作中でね。ああ、ギター弾いたりね。ただ、配信は歌はあんま求められてないんだよね。DNA 調べられないのはお母さんが死んでるからっていうことだけど、まあ本当はね、あの世界観の設定だったら余裕で DNA 鑑定できるんだけどね。男性との性体験はないですね。ないですね。俺多分なんだけどね、猫なんだよね。多分。もしゲイだとしたら俺多分猫なんだよ。でも男性に欲情はしないかな。みやびと捨て頃4 静かな誰にも二人っきりの捨て頃なんだそれ。いやまあ昔からだから、ああでも点数高いなとか思ったけど、昔からねゲイの人にはウケるから、ドレさん猫なんだそうなんだ。組合の人たちってよく言ってるもんね。俺はねドレさんはね経験済みだと思ってるね。ドレさんは絶対経験済み、多分ねレイプされたの、アメリカで黒人にだから強くならないとっていう、その格闘技に対する執着全部つながるんだよね。アメリカに留学してた、俺は差別されてた、俺は鍛えないといけない、強くならないといけない、それはアメリカに行って黒人にレイプをされて差別を受けた、全部つながるでしょ、うん、そう。俺は勝手にそういう想像をしてるんだよ。やめろよ、おいスティーブン、やめろやめろっつって黒人集団 5,6 人に回されたんだよ。だからそのホモに対するこう過剰な反応をする、あの時のトラウマがあの蘇る。ドレさんでもドレさんは気づいてないけど、本当はあの同性愛者のバイセクシャルなんだけど、そのレイプされたことによって PTSD になってしまって自分の本当の気持ちに気がつかない。俺はレイプ説を、ドレさんは黒人にレイプされたっていう説を採用してるから。そう、
廃話脱。そう、六本木を全裸で徘徊してた。しかもそれそんなに前の話じゃなく3年ぐらい前の話だからね。パトラッシュさんはゲイっていうか俺はバイセクシャルだと思ってて、気持ちよければ何でもいいじゃんっていうタイプの人だと思う。男が好き、女が好きとかじゃなくて、気持ちが良ければ何でもいいっていうジャンルがあるんだよ。アパトさんはね、ゲイっていうよりも何でもありみたいな。乱交パーティーとか好きそう。乱交パーティーで粉茶を飲んでるパトラッシュさん想像つくもんね。ハプニングバーとかで粉茶をずっと飲んでんの。で、ランボルギーニで帰るっていう。ブーンっつって。わかんない。ロス疑惑がわかんないな。快楽主義は快楽主義でしょ。だからなんていうジャンルって快楽主義でしょ。そうそう、快楽追求型の人に見えるね。だから別に本人が射精しなくてもいいタイプで、ハプニングバーとかを見てて楽しいとか、そういうジャンルもあるから。へえ、ロス疑惑っていうのはあるんだ。あ、そうだね。IQ が高いんでしょ。いや、ドルさんツイッター更新してるから、ロストはしてないでしょ。彼女でもできたんじゃないの？ドルさんわかりやすいから。俺、ウナにずっとブロックされてるから、ウナの情報まるで入ってないんだよね。わかんないんだよね。男の人苦手なんだ。いいか。いいね。ブツブツ言ってるだけっていうのがいいね。
一つは今日はまだ来てないね。ゼロ件。この枠はゼロ件。サーカーキャリア長いからな、もうな。ずーっと花火ゼロだよ、ここ数日。昨日なんか花火ゼロ発だよ。あ、一発か。うん。花火一発だよ。きついよな。やっぱ読み通りだよね。ふわっちオワコン化がすごい。キャスかな？キャスに希望を見出すしかないかな、もう。まあ、どうにかこうにかして食っていくしかないよな。頑張らないとね、踏ん張りどころだろうな。今年は踏ん張ろう。うん、配信者だけじゃなくて。一般的に、オーディション開催するから、そこに一般の人が来ても全然構わないよ。配信者もたくさん出るけど。ああ、家賃はね、結構ネックだよね。そうだよね。家手に入れるとか実家暮らしってすごい最強なんだよね、実は。お金、家賃がかからないって結構でかいよね。実家暮らしだと金貯まるもんな。いや、暖房つけてるから大丈夫。実家っていうか、まあ、一軒家手に入れたりとか、マンション手に入れたりしたら、だいぶ資産になるしね。ランクインは多分、いつくらいだろうな。2020年の4月ぐらいじゃないかな。あ、クランクインか。クランクアウトじゃなくて、クランクインは、捨て頃終わった後っすね。多分夏過ぎじゃないの？秋とかじゃないのかな？今年の10月クランクインとかじゃないのかな？
手すごい褒められるし、自分でもパーツ的にすごい綺麗だと思うんだよね。指長いし。めちゃめちゃ開くしね。手パーツで褒められること多いね。鳥飼ってるよ。アユはどっち？スッカスカで食べるところないよ。ね、頑張らないとね。ああ、まあ、鳥飼ってるとわかるよね。飛ぼうとしないよね。あんまり。できる限り止まってたいって感じだよね。めちゃめちゃ羽ばたくからな。逃げるときだもんね、飛ぶときって。休めるんだったら、こう、止まり木に止まって休んでると、リラックスしてる顔するからね。まあ飛べるのはいいだろうなと思うのが、そう、目の視点がすごいだろうなっていう。やっぱ地上からの目線って限られてるから、それを高さを自由に変えられるっていうのはすごい羨ましいね。その上から俯瞰して見れるっていうのって、飛行機乗ったりとかね、それくらいだからね、ヘリコプター乗ったりとか。自由に飛べるっていうのは羨ましい。いや、読んでないよ。空飛ぶ夢2、3回しか見たことないな。空飛ぶとは別なんだけど、浮くって感じかな。ずっと浮いてる夢を見たな。浮遊してる夢。ああ、整形流行ってるよね。
おはようございます。昨日めちゃめちゃ楽しかったんだよ、コラボとつ。昨日すげえ笑ったもん。面白かったんだよ。せっかく時間過ごすなら楽しい方がよくない？昨日の配信見てなかったんだ。すごい面白い。昨日どんなの？スタンド使いが現れたんだよ。スタンド使いが。昨日最高だったよね、みんなね。昨日の夕方。すっげえ面白かったよ。腹抱えて笑ったもん。わかんない。匠さん乗せたのかな？人と絡むの好きかな？今ハマってるかな？あ、スピリチュアル大工ね。あと、スピリチュアル大工と、スタンド使い。そうそうそう。スタンド使いがすげえ面白かった。まあ、スピリチュアル大工もまあまあだね。まあまあな。のおばさん、ああ、浅井さん、浅井さん最近来ないね。浅井さんはスピリチュアリストではないよ。あの人はただの神様だから。いや、俺、浅井さん神様だと思ってるからね、本当に。寂しいの？もうまあ今まで出会った人の中で、ああ、本当にこんな人いるんだなって俺は思ったけど、心が綺麗だなって。
1号は明らかに22じゃないよ。俺のこと和道士って言ったりとか、敬語だから。1号さんは絶対22じゃない、断言できる。ニンニとコメントの書き方違うもん。ニンニは、自己主張強いから自分の固定反応残すもん。きつな枠だもん。ニンニはねえっていうもん。にわかだな。ニンニは一人称私はないから。ニンニだから。いや、そこまで頭良くない、ニンニは。キツネでキャラ変えるほど頭良くない。あー、やっぱりね、俺その人だと思った。うん、その人だと思った。1号さんが俺は誰だか分かった。浅井さん見たいね。ニンニいい人だよ。優しいよ。やっぱりね、思い入れのあるリスナーさんとかいるのよ。コメントで大体わかる。ああ、この人じゃないかな。キツネでもね、そんなに外さないよ。そんなに外さない。75号はニンニンじゃない。これはだからニンニンを装ってる。75号はニンニンじゃない。ニンニンは自分の話題が出たらハートでアピールするから。ハートアイテム投げて、俺に必ず伝えるから。私、本物だよって。あ、そうね。いいこと言うね。自分が辛くないときは他人に優しくできる。癖ある、癖ある。癖のある人はすぐわかる。絡みがある人ね。あ、やっぱ俺が好きかどうかだよね。そのリスナーさんを好きかどうか。あ、この人好きだなっていう人はやっぱ覚えちゃうよね。本当はね、あんまりリスナーさんに、なんだろう、好き嫌いつけたくないんだけど、やっぱ人間だからさ、好き嫌い出ちゃうじゃん。思い入れあるリスナーさんはいるよ。
ああ、好きか嫌いかは聞いてこないけど、私のこと嫌いなんですかっていう言い方をしてくるリスナー結構頻繁にいるね。それで大体嫌いになるね。うざっと思って。私のこと和道さん嫌いなんでしょうって言ってくるやつは嫌い。めんどくさい。正直誰だお前っていうね。便座治ってない。ああ、開放タイプだね。開放はどちらかっていうとそういう属性だね。へらってる時の開放はそんな感じだね。昨日は19歳って言ってたのに、急に設定変えたんだ。昨日は19歳、19歳って豪語して自慢げに話してたよ。設定変わってない。19歳まずいって、未成年まずいって判断をしたんだろう。直にもう座っちゃってるね。シャワーで洗って。でも、ちょっとドヤ顔なのが面白いよね。ちょっと俺はサノッチがドヤ顔なのが好きだね。ドヤって顔で。若い子やで、ドヤって。俺の彼女28歳だよ。他に配信者の放送を見ない設定変えたの？あんまり見ないよ、俺。カップル配信に憧れてたんだろうな。鋭い読みだな。おはようございます。まあ、おじさんだからな、サノッチな。いや、だから若い女の子と疎遠になるから嬉しいんじゃないの？なんかお年寄り、おじいちゃんとか孫と話すと自慢するじゃん。それと一緒でしょ。足立区に引っ越しするんだ。なんでまた足立区なの？あんな治安が悪いところによく引っ越そうと思うね。やめた方がいいと思うよ。日本のスラム街だよ、ほんとに。東京、関東のスラムみたいなところに何で引っ越すんだ。赤羽なんか可愛いもんでしょ、足立区なんか。足立区、江戸川区ってスラムだからね。赤羽は、まあ、そんな治安いい方ではないけど。まあ、足立区、江戸川区には勝てないよ。もう次くらいじゃん。赤羽は。治安クソ悪いでしょ。所得の層で見てみると面白いよ。区によって、その平均年収とか全然違うの。
足立区とか江戸川区って本当にスラムだからね。江戸川すごいよ。北区はそうでもないけど、そっち側寄りじゃない？足立区、江戸川区寄りではあるじゃん。西成みたいな感じだよ、そう。西成はすごい狭いエリアだけど。まあ、いや、わかるわかる。北区、赤羽は北区なのわかるけど。北区そんなに高級住宅街じゃないでしょ。どちらかっていうと低所得者層でしょ、赤羽は。っていうか、赤羽はそもそも、交通の便がいい。その埼玉とかから入ってくるアクセスのいいエリアじゃん。だ住むところっていう感じでもないし。二子玉川はすごい治安いいでしょ。江戸川なんてもう最悪だよ、本当に。福祉が充実してるから考えてました。それは、福祉が充実してるっていうのは、そういう福祉を受けるような所得のエリアだっていうことだから。俺、新宿。俺は新宿だね。天と地の差だよね。面白いからだね。二子玉前住んでた警察がしょっちゅう見回りしてて安心ができた。もともと住んでる人だね。足立区に引っ越して住むっていう人ってあんまりいないと思う。だからもう本当にそこに住んで根付いてる人だと思った方がいいかも。コラボいいっすよ。コラボいいですよ。結婚はあんまり考えてないっすね。全然考えてないっすね。あ、どうも。あ、もしもし、聞こえますか？あ、どうも。おはようごどうざいも、ます。おはようございます。先ほど、アンチのコラボ待ちとか面白いじゃんっていう意見を聞いてですね、ぜひちょっと一つ質問したいことがあって、突したんですけど。質問ですね。はい。アタルちゃんっているじゃないですか。ジャスミーとアダルさんですか？そうです、そうです。はい。あの人のは強力なアンチだと思うんですが。ちょっとタバコ取ってくるんで、ちょっと待っててください。あ、いいっすよ。今日はですね、あ、すいません。リスナーの皆さん、僕はドスリューというものなんですが、まあ、今日はですね、和道さんに、まあ、和道さん最近アンチが面白いと言われておられるので、まあ、近年ではですね、アンチの中でも一番ちょっとパワフルだったアタルちゃんがですね、まあ、ちょっとブロックされた件についてちょっと質問したくて突をしました。はい、もしもし。あ、よろしくお願いします。はい。ジャストミートアタルちゃんなんですけど、はい。い現状はまだブロックされてるんですかね？や、してないですよ。あ、YouTube とそうかなもんです彼か。は、YouTube とかフォローしてくれてますよ。チャンネル登録。そうなんですか。いや、実は、アタルちゃんと和道さんの、言い合いというか、掛け合いがちょっと面白くてですね、はちい。ょっともっと見たかったなと思ったんですが、はちい。ょっと、アタルちゃんのところに行ったらですね、ブロックされちゃってるんだよっていう話が先日出てたんで、
はい。まあ、ちょっともうその掛け合いが見れないのかなというふうに残念にちょっと思ってたわけなんですよ。ああ。はい。はい。じゃあ、ブロッカーもしてないから、アタルちゃんなんかもコラボ待ちの時は全然来れるわけですか？そうですね。あ、それを聞いて安心しました。もう、またじゃあ、アタルちゃんとそのバチバチやり合ってくれちゃったりするわけですか？あれ？聞こえてます？はい、聞こえてますよ。バチバチやり合っちゃったりしてくれるわけですか？なんで何も答えないんですか？いや、なんか僕別に当たるとバチバチやり合った記憶はないんですけど。でも、当たるちゃんに向けての質問動画みたいなのも返してたじゃないですか。あ、僕返しますよ。はいはいはい。返します。でも僕、あれすごいもったいないなと思ってて、はい、ぜひ生放送で起こった出来事なんで動画じゃなくって、相手の生放送に、突で、突撃してですね、ちょっとなんかバチバチやってほしかったなと思うんですよ。僕、彼のことほとんど知らないんですよ、あんまり。あ、そうなんですか。でも、はい、映画見られたんじゃないですか、アタルちゃんの作った。あ、見ました見ました、URL 貼ってくれたんで。うん、じゃあ映画作ってる内容とか見れば大体どんな人かってわかりません？まあまあ映画良かったっすね。あの、うん、2本目の何だったっけな、うん、あの絵を描くやつ良かったっすよ。ああそうですか。はい。じゃあ全然知らんなんちゅうわけでもないじゃないですか、その人が作った。いはいはい、あのパーソナリティが分かんないっていう。おー、パーソナリティは見たまんまだと思うんですけど、あれすごいあの攻撃的な、あの自尊心の塊みたいな、そういう人じゃないですか。でも話する上でパーソナリティってそんな重要です？え、めちゃめちゃ重要じゃないですか、パーソナリティって。うん。じゃあ例えばパーソナリティこういう人とは話できないとかあるんですか？まあ、どうですか？いや、こういう人とは話できないじゃなくて、あの、うん、なんだろう、自分からかけるのに相手のことを知らないで、なんで僕が電話かけないといけないのかっていう。でも今から話すんならどんな人かは話してるうちにわかるじゃないですか。あ、違う違う違う。あのね、動機がないってことを言ってるんですよ。動機って何すか？動機は動機です。動機って和道さんは質問動画をアタルちゃんにぶつけてるぐらいだから十分動機あるじゃないですか、アタルちゃんに対して。動画の内容見ました？見たよ。うん、言いたいことがあるなら、うん、YouTube で見て質問をしてくれたり答えてくれたら僕は答えますよ。YouTube で答えてくださいって言ってるんですよ。うん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 。内容そうですよね。うん。で、返答がなかったわけでしょ？はい。じゃあ、相手の放送に直接行けばいいじゃないですか。違う違う違う。だから、その動画の内容っていうのが言いたいことをまとめてくださいっていうことだから。言ってる意味わかんない。じゃあ、相手の話をまとまったやつでしか聞かないっていうことなんですか？じゃあこんなコラボとつまちもいらないんじゃないの？動画であげようか、これ。ちゃうでしょ？別に、コラボとつまちしてるっていうことは、ね、うんうん、相手の意見を聞く姿勢があるっていうことじゃないですか。いやだから動画じゃなきゃ人の意見聞けないよっていうわけでもないでしょ？コラボは受けますよ、全然。うん。じゃあ、今後もアタルちゃんがコラボをかけてきたら話を聞いてくれるわけですか？うん、さっきからそう言ってますよ。うん。でも自分からは、そうそうそう。自分からはかけないってことね。そうそう、はいはいはい、理由がない、動機がないってことよ。うん。ね、うん。あんまり人に興味とかないですか？面白い人はいいですね。なんかこう、ワクワクする人とか、うん。なんかこう、かっこいい人は好きですね。うん。そうっすか。まあ、でも映画を見ていい映画も作ってたっていうなら、まああんな地下室にこもってるおっさんですけど、いいとこもあるんじゃないですか？少なくともいい映画を作ったりもする一面もあるじゃないですか。あとはあれですけど、転校数の薄い、子供が ADHD で、社会の害悪みたいなおっさんですけども、うん、いいとこもあるじゃないですか。子供 ADHD なんですか？あ、ADHD でラーメン屋でラーメンの丼をね、ぶちまけたりするらしいですよ。へ、はい、うん、詳しいですね。あ、まあ、よく見ましたから、はい、あ、当たるさんのファンの方なんですか？
いや、ファンじゃないですね。嫌いですね、どっちか言うと。はい。なので、すいません。僕のちょっと趣旨ずれてる、伝わってると思うんですけど、僕は嫌いなアタルちゃんを粉砕してくれるのは和道さんだなとちょっと思ってたんですよ。ああ、そういう意味合いで言ってた。あ、うん、要は、ぶっ潰してほしいから凸かけろみたいな消しかけてたってことですか？いや、まあそうなっちゃうね。ちょっとまあ、ずるいんだけど、感じ的には。だったら最初からそう言えばよかったのに。でもね、どっかでなんかそれずるいなぁと思ってるんですよね。だって気に入らなきゃ自分でぶっ潰しゃいいじゃ、いいわけじゃないですか。はい。正直な話。はい、 はい、はい。ただ僕、突でぶっ潰そうとしたらブロックされたんですよね、相手に。ああ、なるほど。アタルちゃんに。で、はいはい、ブロックされたらもう何にも言えないから、ひとまず謝っとこうかって言って、まあちょっと悪かったんで、ほんとブロック解除してくださいって言って、ブロック解除してもらったんですけど、なんかね、いっぺん頭下げたらね、もうなんか、やる気がなくなっちゃったんですよね。うん、ああ。なんか、謝っちゃって、謝っちゃってるし、もう話は終わっちゃってるしな、みたいな。でも、なんか僕、わからない感覚なんですけど、その、なんで嫌いな人の動画をヘビーで見たいって思うんですか？なんか、それを教えてもらいたいですね。あ、動画は見てないです。あ、まあ、配信、ね。生放送で。生放送だって、だから結局ね、あの人が作る映画とか動画とか作品に全然惹かれるものはなくて、あの人のパーソナリティにムカついてるだけなんで、うん、あの人に、そうそう、あの人が作るものは別に興味ないです。ムカつく人間をなぜ見るのかが気になるんですよ。やっぱあれですね、死を望んでますね。死んだらいいのになっていう。はい。当たるの？あたじゃ死なないかなと思って見てます。つまらない事故か、わけのわからない病気で死なないかなと思って見てるんですよ。でも、それって、なんだろう、あたるもいつか死ぬわけだし、そして死にましたさんの人生には何の関係もなくなく、なくいいじゃないですか。うん。なんでそんなに、その死なないかなっていう感情が起こるんですか？それを知りたいから多分、コラボとつまちでアンチを待ってるんじゃないですか、ワードさん。え？だって、ワドさんにはわかんないでしょ。だからこれからどんどんワドさんに向けて、ワード死ねえよこらっていう人がいっぱい来ると、だんだんわかってくるんじゃないですか。あ、その人のメンタリティってのが。そうじゃなくて、そして死にましたさんはアタルのこと嫌いで死んでほしいっていうのは理解できるんですよ。はい。その嫌なやつでしょ、あいつ。だってブロックしたでしょ？嫌なやつなんですよ、あいつは。和道さんもブロックしたでしょ、アタルさんのこと。もう一度聞きますね。そして死にましたさんがアタルのことが嫌い。はい、これわかる。嫌いですね。はい、うん。で、死んでほしいっていう気持ちがある。これもわかる、はいはい。なぜ見るのかを、が納得いかないとか、しっくりこないんですよ。あ、死なないかなと思って見てるんですよ。放送上で。なぜ死ん、うん。それはもう死んでほしいのはムカつくからだけです。それ以上でもそれ以外もないです、うん。時間の無駄じゃないですか。だっていつか死にますよ。まあ、そりゃそうですけど。うん。じゃあ、そうは言われますけど、そういうふうに人が人を憎むのは時間の無駄だと思われます？人が人に組む？憎むのは。時間の無駄だと思われます？はい。じゃあ、和道さんはなんでそんな時間の無駄になるアンチのつつまちなんかやってるんですか？それをなぜ面白いと思ってるんですか？おかしくないですか？なんでおかしいんだ？いや、だって、そんなの全く時間の無駄で、人が人を憎むこととか死を願うようなことは全くもって時間の無駄なんでしょ？はい。じゃあ、でも和道さんはそういう奴らを待ってるじゃないですか。俺は憎んでないから、アンチを。あ、そうなの？わかります、うん。だって、俺からしたら他人じゃん。うん。和道さん放送やめた方がいいんだよ、本当は。和道さんを憎む人が多いから、たくさんの人の時間を和道さん奪ってるわけですよ。和道さんが死んだらいいなって思って、和道さんの放送に張り付いてるアンチがいっぱいいるじゃないですか。ワドさんは死んだ方が、なんか、たくさんの人の解放してあげれるんじゃないですかね。あ、もちろん、命を絶てとまでは言ってないですよ。放送をやめるという点で、僕が言ってるのは、主体的に動いてるかどうかなんですよ。
はあ、で、あの、自分の人生で自分に決定権がある。はい。ありますよね。うん。で、なぜそういう行動を選択してるのかっていうことに関心があるんですよ。ああ、関心があるんですか。はい。うん、でもそれは、今おっしゃられたみたいに自分の人生っていうのは自分に主体性があるんですよ。つまり自分で決めたいんですよ。いいことであろうと悪いことであろうと。はい。うん、つまり自分で決めたっていうこと自体で、もうその人は満足してるんですよ。ね。何が得、例えばなんですけど、アタルが死んだとして何が得があるんですか、あなたに。スカッとしますね、多分。アタルが死ぬ日を夢見てるわけなんですけど、まあそうですね、アタルがそうですね、まあトイレットペーパーで首が締まって死ぬとかもね、最高じゃないですか。うん、もうつまらない事故で死んでほしいんですよね。もう、そんなんで死ぬんだ人ってっていう、うん、それぐらいですね、もう本当に。うん、でも、和道さん、放送やめないんですか？たくさんの人の、たくさんの人の、なんかその、あの、死を願う気持ちというのを、なんか、なくすことができると思うんですけど。あ、和道死んだんや、働こうとかですね。和道死んだんだ、家から出ようかなとか。なんで、僕のアンチはやっぱり働いてなくて家にこもってるんですか？うん、そらそうですよ。だって、和道さんの放送を見てるなら大体無職じゃないとやってられないですよ。え、はい、無職の方なんですか？そして死にましたさんは。あ、僕働いてないです。はい。ああ、何年ぐらい働いてないですか？はい、25年ですね。おお、すげえ、はい、!25 年、生活保護してますね。で、あの、親の資産を食い潰しています。ああ、はい、まあまあ、それ良くないですか、別に。だって親が金持ってきてくれるんなら、はい。全然ストレスないんで。僕、ニート肯定派なんですよ。はい、それはもうありがとうございます。うん、頑張ってください。はい、いや、頑張らないからニートなんですけどね。だって、はい、いやいや、僕、ニートって結構辛いっていうの、ニート経験あるんで分かるんですよ。暇じゃないですか。うん、え、暇じゃないですか。25年ってめちゃくちゃ暇ですよ。めちゃくちゃ暇っすよね。はい、僕最初の3ヶ月ぐらいじゃないですか、楽しいのって。学校行かなくなったりとか、あの、まあ、会社辞めたりして。で、うん、そっからって結構根性ないとできないと思ってるんですよ、僕。あ、もうすごいですよ。火で炙られるような針のむしろに座らされるようなね、そういう苦痛と戦う日々ですよ。はい。ですよね。働けばどれだけ楽かと思いますよ。でも働いちゃダメですからね。そう、はい。で、働いたら楽、働いた方が楽だと思うんですよ、僕、正直言って。はい。で、今のすげえ本音だなと思って。なんで、でもあえて辛い方を選択してるんですか？それはさっき言った、和道さんが言った、あの人生とはその人の主体性だからです。得とか損とかじゃなくて、自分で決めたっていうのが大事なんですよ。そう、動機が知りたいんですよ、動機が。なんでその辛い方をなぜ選んでるのか、なぜそれを主体的にやってるのかっていう動機が知りたいんですよ。25年間やってると相当根性あるわけじゃないですか。動機ですか。で、要はなんで辛い方を自ら選択して、うん、そのやってるのか興味ありますね。そんなことに、はい、いやいや、めちゃめちゃ興味ありますよ。興味を持ってもらえるなんて。だって俺3ヶ月でなんか金作らないとと思って楽な方逃げちゃう人だから俺は。なるほど。うん。いや、毒気を抜かれたな。なかなか、難しかったですわ。はい、僕の負けです。僕の負けです。明日から働きます。いや、負けとかじゃなくて、なんで、その辛い選択を日々続けて、はい、すごくないですか？すごいですね。はい。いや、ニート辛いから、本当に。やってみると分かるよ。うん。抑圧とか迫害が半端ないんで、しかも、社会からじゃなくて、家族からなんですね。一番辛いことを正直言うと僕の体験なんですけど、うん、すげえ寂しくないですか、正直。ああ、もう寂しいですね。街を歩いてる人が輝いて見えるんでね。うん、そう。新聞配達のバイクですら輝いて見えるんですよ。そう。あ、で、うん、怖くなってきません、だんだん。その、ああ、もう怖いっすよ。足音とか、あんまりにも眩しすぎて。うん、恐怖ですよ。ですよね。うん、
高校生とかがバイトとか始めるとかいう話したらね、もう本当にやめちゃえ、やめちゃえっていう、もう心の中でもうね、すごい祈るんですよ。働いたらダメだぞ、働いたら死ぬぞっ って思うんですよ。すごいもうそういうの吹き込んでいきたいんですよ。要は自分と同じになってくれよってことっすよね。そうなんですよ。僕の不安が消し飛ぶんで。だから僕がアタルちゃんを憎いと思ってるのも。多分なんですけど、それって実現不可能なの分かります？理屈上。あなたの願望は理解できるんですよ。当たり前っすよ。人が働くのを止めることはできないです。つまりね、俺がさっきから言いたいことって、そして死にましたさんの感覚は理解できるの、俺は。うんうん、そう、人を憎んだりとか死んでほしいは理解できるんだけど、理解できないのは、ね、アタルが死んだりとか、世界がみんな働かないでほしいとか、それって不可能なこと。要は、そして死にましたさんがコントロール不可能なことにコミットしてるように見えて、なぜそこに対して、そう、だって、そして死にましたさんも知ってるはずじゃないですか、どっかで。アタルは幸せ。そう、子供もいて、家庭もあって、で、やりたいことやってて。で、憎い。だからこそ憎いっていうことじゃないですか。だから見なきゃいいんじゃないのっていうことを僕はさっきから聞いてるんですよ。だって、そして死にましたさんの人生がどんどん惨めになっていくだけですよ。なるほど。見れば見るほど、恨めば恨むほど。多分なんですけど、僕、アタルが YouTube とか配信者を続けてる限り、彼はどんどん幸せになると思いますよ。なるほど。それって僕、6年配信やってて、その感情って理解できたけど、結果、どん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 引き離されていくだけだっていうのを知ってるんですよ。リスナーさんが、要は恨みを持ったとしても、どん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 自分がリスナーさん、恨めば恨むほど自分に返ってきません？正直。まあ、ゼロの位置ですから、返ってきてもゼロなんですけどね。でもただ、ゼロが一番マイナスよりもひどいじゃないですか。何も得てないですよ。延々と働かないっていうことで、ゼロが続くという、この全くの無状態ですね。そうそうそう。いや、違う。無はマイナスより得だと思ってますよね。いや、最悪ですよ。地獄ですよ。そう、そう。だったら、マイナスでもいいから何かやった方が良くないですか？何したらいいですかね？いや、なんか、なんでも、例えば音楽が好きだったら、時間が無限にあるわけだから、ニートだから、部屋の中で音楽作るとか、うん、なんか映像作るとか、それこそ、なんか、僕、レジンアート最近ハマってるんですけど、レジンとかシルバーとか、何でもできる無限の時間があるから、趣味が多くていいなと思うんですよね。革細工やったりとか。僕、趣味、はい、あれしかないんですよ。ニコ生で死ねって1コメに書くのが趣味なんですよ。でも、それって生産性ないじゃないですか。はい、全くないですね。なんか、アウトプット。要は、僕ね、ニートの人が苦しいのって自己分析して自分も経験があるから、インプットとバランスのインプットとアウトプットのバランスが 50-50 になってないから苦しんでるんですよ。うん、で、インプット、要は親から資産を食い潰すっていうのは自覚があるわけですよ。うん、それを社会じゃなくて、社会じゃなくていいんですよ。親とか兄弟とか街の人とかネットとかでもいいから、何かあなたがアウトプットして誰かにインプットさせたら、多分生きがい感じません？なるほど、僕が。ね、ニートアウトプットする、そう。だって、例えばなんですけど、ぶっちゃけた話、なんか、ネットとかで職人って呼ばれてる人、多分生活保護とか、ニートなんですよ。うん、ツイッター職人とか、動画職人で有名な人とかって、多分働いてないんですよ。でも彼らって、誰かを笑わせたり、誰かを喜ばせてると思ってるんですよ、僕は。ああ、なるほど、ね。うん。それはお金にはなってないけれども、誰かが薬と笑う笑顔のためにやってて、でもあなたが死ねって書いても、あなたが苦しくなるだけなんですよ、実は。ああ、なるほどね。それ辛くないですか？人、何か、そうか。なるほど、わかりました。例えばなんだけど、アタルが死んだところで喜ぶのはあなただけなんですよ。あ、そうですか。だけど、アタルを喜ば、まあ、アタルじゃなくてもいいんですけど、あなたが好きな配信者がいたりとかして、その人が笑顔にさせることができたら、あなたの力で笑顔をすることにできたから、あなたのコメントが誰かを救う可能性あるんですよ。うん、なるほど。だから、なんか、プラスになる方向性に活動を変えるとか。ああ、そうなんですか。同じ時間を使うなら。
なるほど。だって、自分が応援してる人とかがうまくいったら嬉しくないですか？自分の、あなた、例えば、そして死にましたさんのおかげで、私、こういうことができたんですよって言われたらめちゃくちゃ嬉しくないですか？で、仕事ってそれの発展系なんですよ。それを続けていって、うん、じゃあ、代わりにお金を払おうっていうことじゃないですか。だから、そういう人が喜ぶことを続けていたら僕はお金生まれると思うんですよね。そうそう、嫌いな人を攻撃するより好きな人を応援した方が自分に返ってくると俺は思う。俺、ぶっちゃけた話ね、たくみさんっていう、人に、お給料渡してるんですけど、ずーっと最初は無料で僕の動画をアップロードしてくれてたんですよ。1年間。ね、ずーっと無料でアップロードし続けて、それが嬉しくて、さすがに給料を払わせてって言って、で、やってる関係なんですよ。俺が稼げるようになったら、たくみさんに恩返ししたいからって言って。で、収入が増えていったら、僕、たくみさんがそれ一本で、こう、今お小遣いぐらいしか渡らせてないんで、食えるようになってもらいたいなっていう風に頑張ってるんですよ、今でも。お互い。だから、誰、応援してる人が勝つと、応援してた周りの人も幸せになると思いますよ。わかりました。決めました。はい。僕はこれから、あたるちゃんを応援することにします。うん、うん、それがいいと思う、はい。うん。そうしてみます。うん。多分変わると思うから、もし3ヶ月とかそれやってみて、なんか心境が変わったら教えてください。変わらなかったら、変わんなかったじゃねえかよって教えてください。おいワードおめえ、アタルちゃんがおめえのことぶっ飛ばすからな。俺が応援してるアタルちゃんがおめえのことぶっ飛ばすからな。わかったな。首を洗って待ってろよ、この野郎。っていう感じで応援していくんで、よろしくお願いします。はーい。何にも伝わってなかったね。いや、ニートの人でも俺は何か生み出せると思ってるから、ニートイコール悪ではないと思うよ。ニートイコール悪ではないと思う。当たる本人じゃないよ。当たる本人じゃない。ニートをエンジョイしたら最高だね。うん。本当にそうだと思う。ていうか、俺多分ね、労働っていう概念は多分近い将来なくなると思ってるから。いや、ニートが当たり前になるんだよ。うん。うん、別に、ニートは全然いいんじゃないかな。いや、別に変わればいいとかじゃなくて、普通になんか自分が不幸になる活動をずっとやってる人が、もったいなくねっていうだけで。だって、笑ってた方が強くね。笑ってた方が普通に強くないですか？と俺は思うけど、ニートが当たり前になっても世の中回ると思うよ、俺は。
もしもーし。あ、もしもし。聞こえてますよ。これコメント読み上げになってますか？なってないです。なってない。なんだろう。ちょっと待ってくださいね。はい。ちょっと、これ、私の方の問題ですかね、これ。設定の。そうです。そうです。あ、コメント、コメント読み上げで聞いてましたよね、はい、多分。あ、そういうことですか。でも、はい、今見たら、コメント読み上げになってないんですよ。あの、ほうほうほう、ビューアーの方ですけどね。はい、あ。ライブじゃない。ビューアーじゃないですよ。ライブの方の設定。ライブの方設定。はい。じゃあ一回、ちょっと待ってくださいね。はい。ビューアーの方。ビューアーの方じゃないです。あの、ライブの方のアプリで。ライブの方。あ、ちょっとじゃあ一回落ちますね、これ。はい。いいっすか？お願いします。はい、すいません。はい。はい、いや、働く人の優越感って働いてる人の方が楽だよ。幸せだよ。ニートはね、そこを誤解してるんだよ。働いてる方が幸せになる確率高いと思うよ。年33。33歳。ちょっと時間かかるんですね。多分。和道さんの声が聞こえない。あ、聞こえたかな？ちょっと時間かかりますね、これね。もしもし。あ、もしもし。はい。聞こえますか？あ、聞こえます。はい。どうもどうも。はい。おはようございます。この間映像でやってさ、あのさ、はい。はい、切れちゃったから、途中で途切れたりとか、うん、だから、はい、ラジオにします。多分みんなが求めてるのは映像の方だと思いますけどね。でもまた止まっちゃったりするんでしょ？なんかこれって。多分止まることを求めてるんだと思いますよ。あ、そういうことね。はい。あ、でも止まるとさ、トークがさ、進まないじゃないですか。まあまあ、まあ、お任せしますよ、はい、ちなみに昨日のスタンド使いのやすさんですね。はい、はい、そうですね、はい、そう、キラキラさん、そう、はい、うん、和道リスナーさん、お世話になります。はい、はい、堀内さんじゃないよ。うん。堀さん、巨人の堀内さんのことをおっしゃってんでしょ、18番って。多分。これ私の高校生の時ですよ。はい。スタンド使い好きってどういう意味なんですか？和田さん、教えてください。あ、いやいや、スタンドってどういう意味ですか、これ。ヤスさん、ヤスさん、はい、あの、えっと、コメントをヤスさんが拾うんじゃなくて、あの、はい、ご用件どうぞ。あ、用件ですか？いや、ただ、和道監督とお話ししたかっただけ。はい、監督っていう定義に関して。はい、おー、なるほど、なるほど。うん、はい、監督という定義。私も監督だから。あ、そうなんですか？そうなんですよ。映像やってたんですか、ヤスさん。今も映像、いや、それはやってない。そういう、あの、映画とかじゃない、私は。はい。何の監督なんですか？あ、私、野球の監督です。高校生です。はい。高校生の監督をされてるんですか？そうですね。そうですね。はい。してます。はい、やっぱ、甲子園を目指してるんですか？そうですね。全国制覇目指してますよ。
え、っていうことは高校の学校の先生ってこと？非常勤です。はい。教員免許持ってないません。はい。あ、じゃあ私立の、あの学校の先生ってこと？今公立。え、公立でも働けるの？教員免許持ってない。あ、できますよ。できますよ。あ、そうなんだ。知らなかった。はい。あ、先生なんだ、じゃあ。まあ、先生とは、呼ばれないですけどね。私はだって、あの、授業を教えてるわけじゃないから。え、監督として呼ばれるってこと？部活のみで呼ぶ。コーチ、部活のみ、部活のみ。え、監督じゃないですか、うん、コーチなんですか？今どうしようかなって感じですよね。今年の夏はね。今年の夏はどうしようか。もしもし。今、すごい大事なところなんですけど。もしもし。ちょっと、あの、動画で上がってくださいよ。動画で上がりません？ずるいっすよ。そこ、やっぱ動画、いや、この人止まるんですよ。スタンド使いで時間止める人なんで。スポーツクラブのコーチの派遣がある？やっぱ動画だな、ヤスさんはな。ヤスさん動画がいいね。いや、動画でしょう、ヤスさんは。どういうことなんだろう。あ、高校の野球ってそうなんだ。監督専業で呼ばれることがあるんだ。動画がいいよね。止まるじゃん、これ。止まるでしょ、これ。ね。止まってんじゃん、これ。止まってないっす。あ、止まってないっすか？大丈夫ですか？止まってないっす。あと逆光なんですけど、なんで、はい、なんか後ろにライトあります。はい。はい、あ、じゃあ、そうですね。じゃあ、これでいいですか？これでいいですか？そうですね。こんな感じで、はい、こんな感じで。はい、あ、いいですね。安さん、よろしくお願いします。いいっすか？お願いします。はい、お願いします。はい、お願いします。あ、はい、あ、ほうほう。で、はい、監督について語りたいと、はい。そうですね。教えるっていうことですよね、監督って。僕は、あの、映像関係の監督やってる。映像ね。はいはい。教えるではないですけど、教えるっていうか指導するってことですよね、監督って。やっぱり、あ、まあ野球ではそうですね。あー、そっか、映像関係はね、映像関係はまた別ですね、はい、まとめるに近いですね。そっか、あ、それでバット持ってたんだ。そういうことなんですよ、僕。そういうことですね。和藤さん、ヤスさん、ね、そういえばね、みんながヤスさんのこと、ヤス、うん、さん、ヤスさん、はい、ちゃんと話してみて、あの、どうぞ。ラッセンってみんな呼んでるんですよ、ヤスさんのことを。なんでラッセンになるんだろう、私が。それがよく分かんなかったんですよね。うん、私も分かんない。ラッセンの絵とか飾ってましたっけ？飾ってないです。そうですよね。多分、このキラキラが多分、そう思っちゃったんじゃないの、多分。そういう感じだと見てる方々がなんとなく、うん、これでしょ、はい、だと思うわ。それか髪型とかでしょ、今のね。あ、うん、なんか芸人の永井っていう人がラッセンっていうネタをやってるみたいですね。あ、そうなんすか。それでなるほどね。なるほどなるほど。そういうことなのね、皆さんね。はい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 、わかりました。髪の毛は切らないですか？いや、切ります。はい、ちょっとね、あ、いや、僕その今日は後で切ろうかな。その髪型好きなんで、できれば切らないで。あ、そうですか。はい。
あ、じゃあ、まあ考えます。検討します。はい。そこはね。揃えるぐらいでいいと思うんです。揃えるぐらいね。はい。揃えるぐらいね、本当。はい。今年の夏は勝てないな、多分な。最高どこまで行ったんですか、自分の教え子たちは。すいません、私自身は、ちゃんとやってました。教え子でしょ。はい。例えば1回戦で、はい、これ理由があるんです。言い訳じゃないよ、はい、言い訳じゃないよ、言い訳じゃないけど理由があるんですけど、はい、1回戦で20-0コールド負け、5回コールドとかね、5回コールドね、ほんと、あのいい子2人いるんですけど、ちょっとね理由があるんです。これは聞かせてください。20-0コールド負け、どうやったら20点取られんだよ。いやいや、理由どうやってって理由分かってないじゃないですか。いや、分かってますよ。はあ、教えてください。いや、まず、はい、だから、まっすぐ投げちゃうんですよ。それ。制球、イライラして、イライラして。まっすぐ投げちゃうんですよ。違うんですよ。うん、外角低め行けって言ってんだけどね、私はね。言うこと聞かないですか、ピッチャーが。いや、空気に読まれちゃうんでしょうね、多分周りのスタンドの応援とか。まっすぐ投げちゃうから、外角低め、制球力ある子なんだけど、ルーキーズ100回見とき、ああ素晴らしい話ですね、そこね。はい、今年はどういう作戦でいくんですか。作戦、外角低め、もうそれしかない。あとショートの子がいいですね、本当に。でバッティングは全然ダメ、バッティング全然ダメ。あ、だからバッティング弱い、全然ダメ。まあ、守備はいいですね、はい、守備はいい。ほうほう。でそのじゃあ勝てない理由ね、お話すると、あのね、グラウンド使える時間がまず限られてる、一つ。ほうほうほう。あとは、はい、女子テニス部が邪魔くさい。はい、お前らボール拾いしとけよ、野球部優先だろって感じなんだけど、なかなか言えない。女子テニス部がいて、近くに、はい、チラチラ気になると、気になるんです。体育館も全部使わせろ。女子バレー部も男子バレー部も全部邪魔すかい。バスケ部も卓球部は OK ですけどね。でもそれ、はい、他の高校も一緒じゃないですか。まあね、いろいろありますけどね、ございますけどね、はい。テニス部なんてよ、なんであんなさ、お嬢様たちさ、部費が多いんだよ、部費が多いの。野球部ってでも部費多くないですか、人気スポーツは。それが少ないんですよ、そこはね。でも部費ってあんまいらなくないですか。スカートチラ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 ねえ。少ないっすよ、部費って。ちょっとね、今日と話してください。はい、やすさんコメントはいいんで、ちょっと僕に集中してくださいよ。はい、分かりました。はい、部費が少なくても別にボールとかミットとかあるんですよね。ございますね。はい、じゃあ別に経費少なくていいんじゃないですか、強くなるためには。違うんですよ、私がノック打てないんですよ。ノック打てない、例えば、はい、これ野球のこれお話ですよ。これ監督っていう、はいはい、お互い監督っていう話だったら監督だから、はい、要するに当たっちゃうから、下手したら怪我する公式ボールね、女の子に当たっちゃったらね、はい、はいはいはい、
そこなんですよね、本当ね。まあ当たらない、練習できなくないですか、うん、それだったらノックできないじゃないですか。練習できないんですよ。そうなんですよ。え、ノックやってない多いんですよ。え、ノックやってないですか。やってますよ。やってますよ。少しはやってますよ。で、思い通りにできないっていうのが外野ノックができない、内野ノックもできない時あるし練習できない、強要、強要だから練習できないじゃないですか。それあの女子テニス部の、女子テニス部の監督となんで話さないんですか、うん、そこがね、そこがね、そこがね、僕もね、例えば最初の30分ノックやりたいからちょっと女子テニス部、グラウンド走ったりとかで、この時間は女子テニス部をちょっと多めに使って、うん、僕らダッシュするんでとか、うまくグラウンド使い分ければ練習できるじゃないですか。そうなんですよね、本来ならばね、本来ならばそうなんです、そうやってやりたいんだけどなかなかできないっていうのはありますよ、和道さん、本当に、うん、なんでできないんですか。え、だってそれやるの監督の嫌いだから。あ、女子テニス部が、まあお互い嫌いなんじゃないですか多分。あ、はい、女子テニス部の監督がヤスさんのこと嫌いなんだ。でヤスさんも向こうが、ね、でも選手のためにやらないと、うん、まあそうですね、はい、嫌いでしょうね多分ね。うん、いろいろありますよね。甲子園行きましょうよ、まあ、今年は。そうですね、行きたいですね、本当ね、はい、勝ちたいですね。甲子園ってあれですよね、県とかで2組ぐらいしか行けないんですよね、うん、東京はね2つ、東東京と西東京です。はい、はいはい、今年勝てなかったらもうやめようと思ってんの、私違うとこで教えようと思ってんの。あ、そこやめようと思ってんの、うん、なんかその監督をやっていてこだわり、はい、こだわってる部分教えてください。俺はここが強い。ですね、まず今の子たちに対して言えば、うん、そうですね、やっぱピッチャーと二遊間の徹底的指導、うん、です。だちょっとキャッチャーの子が弱いんだよな、本当な。そこさえ固まれば多分結構上に行くと思うんですけど、そこが悩みかな、うん、はい、私的にはね、あの肩が弱いんですよね。まあいいんですよ別に弱くても、うん、打たれなきゃ、うんうん、だからイライラして、ま、ど真ん中投げちゃうから、ダメ、ダメだよって感じの指導っていうか、うん、監督としてね、うん、コーチングとしてはやってます、はい、ヤスさん自身は甲子園にはもう行かれてるんですか。はい、あ、私はね優勝候補筆頭でドラフト候補ではありましたけど、はいはい、選手時代は、はい、あ、ございます。3球団から来ましたけど、うん、ただね、地方大会でベスト8で負けてしまいました。はい、あー、なるほど。はい、選手時代は。はい、なるほど、なるほど。はい、そんな感じです。はい、ポジションどこだったんですか。外野とマウンド、はい、レギュラーで。まあ、レギュラーですね。はい、まあ先発はしないけど、でしたかね私は、うん、現役の時は、うん、でも今でも投げれますよ、うん、はい、今でも120とか130は出るんじゃないかな本気でやったら。おお、すごいですね。130ウォーミングアップしたら、何ドラフトプロの誰と同期、ああ教えてあげようか、うんうん、うん、何でもいいじゃん、うん、うん、
お宅がどこのどちら様かも分かんないのに、うん、私は喋らないよ、うん、和田尾さんにだったら お話しするけど、うん、うんうんうん、まあまあまあ、うん、ね、うんうんうん、野球は大好き、そうそう、ね、野球大好きなんですね、まあ、大好きな方も分かると思うんだけど、うんうんうん、だってこんなキツネっていうなんかあれさ、でネットでみんなワー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 でしょ、うん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 、ちょっとこれマスクしてるっていうのは理由がちょっとあるんですね。うん、ああ、はいはいはい。これあの SNS 禁止なんです。じゃあやったらダメじゃないですか。うん、まあダメっすよ、ダメだな。うん、私バレたらな。いや、バレたらじゃなくて、うん、学校の方針で SNS 禁止なんですよね。うん、あ、禁止です。はい。はい。ダメじゃないですか。いや、まあ別にいいっすよ。いや、選手は規律を守るために一生懸命言ってるわけじゃないですか。なんで先生が率先して、うんうん、ダメですか。何やってるんですか。和道さんさ、はい、あれですよ、はい、やっぱこういうのはね、はい、楽しく、はい、私もね、ね、和道さんね、矛盾してる部分もあるかもしれないんだけど、まあまあまあ、そう、人生はね、ね、人生はね、人生いらくばかりだよ。でしょ。うん、くばかり、皆さん、やばいやばい、そうですね、はい、うん、でまあ監督のことは分かったんですね、うん、野球を教えてると監督だと、はい、でも僕野球詳しくないんですよ。ああ、そう、さようですか。だからその監督っていうテーマなんですよね、はい、僕今ね、これね、互いに、はい、うん、はい、うん、あ、対談だ、野球監督と映画監督の対談っていう。そうですね。ああ、なるほど、そこですよね、やっと分かった、そういうことか。そうですね、対談番組をやりたかったんですね、なるほど、そうですね、なるほど、それがいいっすよね、和道さん、本当に、うん、まあまあ、映像のことに関して言えばなんですけど、なんか例えば映画監督ってハイカットとか現場のイメージあるじゃないですか、はい、やーい、シーン、はいとか、あ、なるほど、いや、まだ本題入ってないんですよ。で、でもあれって実は現場に入ったら監督ってほとんどやることないんですよ。OK テイクを出すだけなんですよ、実を言うと。現場の本番っていうのはカメラマンとか役者さんとか、うん、そういう人たちで、実は監督って一番大事なのって、その、はい、なんていう、撮影に入る前が一番大変なんですよね。うん、すいません、なんかいやいや、電話が入ってしまってちょっとすぐ拒否しました。電話、はい、電話がごめんなさい、すいません。それ SNS 監視されてるんじゃないですか、大丈夫ですか。うん、わかんない、なんでもいいや、そんなこと別に、うんうんうん、でその現場入って何もしないんですね。いや、何もしないわけではないです。うんうんうん、ちょっと教えてください。だけど、はい、そう、できること、映画監督の話、できることっていうのは、仕事をするのは役者さんであったりスタッフさんなんですよ。はあ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 。要は野球でいうとピッチに立つのは選手じゃないですか。それはそうですね。はい。うん、と同じように試合なんですよ、撮影っていうのは。うん。だから実はそのいい映画を撮るための準備がすごい大事。監督業っていうのは。一緒だな。そう聞くと、うん、一緒だこれ、うん、気持ちは分かりました。なんか、うん、本当に、一緒だこれ。目回しですよね、やっぱりね。目回しっていう表現がいいのか、目回しどうかは捉え方ですけどね、これ皆さんのね。ごめんなさい、目回しって何ですか。いや、例えば自分の作りたい作品とかを作るわけでしょ、うん、映画って。はい。うん。ですから、
その目回しをするんですよ。キャストから何からこうやってああやってこうやってああやってってやるんでしょ多分ね。そうでしょ、ごめんなさい、目回しっていう言葉ってどういう感じを書くんですか、うんうん、目回しっていうのは目と回す。あ、回る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 、うん、目回し、そうですね、はい、目回しね、だと思うんですけどね、うん、目回しが重要、うん、和田さん僕全然コメント読んでませんからね。あ、大丈夫です、大丈夫です、はい、はい、そうなんですよね、いろいろね、はい、まあでも私は和田さんのリスナーですから、はい、根回し、まあいろいろあるけどね、言葉はね、ほんとね、でも和田さんも結構大変そうですね、はいはい、このお仕事は。あ、配信ですか。うん、まあ、配信ってお呼びなさってますけども、はい、はい、結構大変そうですね。あ、いや、まあ楽しいですよ。あ、楽しい、向いてるのかもしれないですね、こういうお仕事が。多分、とは思うな。そしたら楽しいっていうのはまあいいことだから、とは私は思いますね、はい。和道さんの話を聞いてて、なんか参考になったりとか、ああ嬉しいですね、とは思うんです。時には、高校生をこう教えていて、はい、一番、やっぱり若い子は大変だなと思うところはどこなんですか。そこになっちゃうとね、やっぱりそのなんていうかな、ちょっと感情で走りやすいっていうところはございます。例えばどういう場面というか、どういう場面、どういう場面ですか。あの練習ですか、試合ですか、その辺は。あ、まあどちらでもいいですよ。例えば感情的になる、なったこういう体験があったっていう。まあやっぱりピンチの時ですよね、やっぱり。でも最初から試合する前から、あ、これ負けるな、勝つなとかって、分かりますもん、本当に。ああ、もう試合の前、大体何時ぐらいに分かるんですか。何時ぐらいっていうか、はい、まずお互いシートノック、当日ですね。ほうほうほう。じゃあ監督は試合始まった時にも答え分かってるわけじゃないですか、勝つか負けるか。やる気ない感じなんですか。ああ、そうっす。やる気ねっつったら、やる気ありますよ、私。違うんですよ。あのね、グラウンドを全部野球部優先にしろって感じなんです、今僕。野球部優先、テニス部もいらない、サッカー部もいらない。これをどうしようかなと思ってるんですよね。ほんとね。体育館も。はい。もうだってもう時間限られてんだから。時間限られて。ああ、なるほど。とにもかくにも野球部以外いらないと。そういうこと。いらない。不要。黙って見てろって感じ。で見てろ。ボール拾いでもしてろって感じですよ。本当。やる気ないからよって。お前らやる気ねえんだろって。他の部活はな。ちなみになんですけど。はい。ちなみになんですけど。はい、ヤスさんがの高校、他の部活は強いんですか、はい、なんかサッカーとかは、他の。あ、弱いです。はい。弱いです。はい。弱いです。あと、バドミントン部も体育館いらな。文化部は結構強いですね。はい、おー。いろいろね、文化部が強い。優秀、ね、まあ、吹奏楽とかね。吹奏楽の先生とは仲いいから、お世話になってますからね、本当ね、そんな感じでね、だ結局狭いところをね、いかに使うかっていうところなんですよね。
いかに占領していくか。これがなかなかね。あ、野球を監督として野球チームを強くするためには、はい、要はグラウンドをいかに広くするかって問題。広ければ勝つ。そうですね。なるほど。そうですね。じゃないと実践のイメージなんかできないよ。強豪校は、うん、要はグラウンドが広いというか占有率が高いから勝てると。うーん、専用グラウンド持ってるからね大体ね、うん、なるほどなるほど、うん、深いな、うん、深いな、うん、そうですよ、なるほど、なるほど、そうですよ、そうですよ、全然外野ノック打てねえじゃんって感じでさ、うーんとさ、さあ、まあね、そういうのがあるんですよ。なるほど、うんうん、だからね、女子のねテニス部とかね、あんなスカートチラ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 ね、邪魔くさいんすよ。ほんねえよって感じだよ、ほんと。お嬢様たちね、ラケットだけはすごい いいものを使ってるんですよ、うんうんうん、高そうな、うん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 、なんですよね、お嬢さんたちはね、うん、はい、だったらさ、ちょっと球拾いでもしててよって感じ、うん、その方がいいんじゃないのって感じ、うん、けどなかなか、うん、やっぱそういうのありますよね、職場ってね、皆さんね、ほんとね、まあまあそうですね、うん、あると思いますよ、いろいろ。和道さんだってここだ、これ仕事だったらさ、いろんなこと言いたいけど言えないこともあるんだよ、うん、と思うよ俺はね。そうですね、言えない話もありますね、うん、うんうん、って思いますよ本当に、うん、言葉気をつけてお話しされていらっしゃるとは思いますよ、うん、そうですね、まあお仕事ですからね、和道さんはね、これね、はい、まあまあ仕事、これが仕事、うんうんうん、って感じはした、うんうんうん、私この辺でじゃあ失礼、あ、大丈夫ですか、いたします、ありがとうございます、まあはい、まあまたその監督のお話とか、はい、そうですね、いろんなテーマでぜひ話しましょう。はい、はい、ありがとう。はい、お疲れ様でした。じゃあ皆さんも失礼いたします。はい。どうも。はい、失礼します。なりました。はい、ありがとうございます。うん。うん。なるほどな。野球監督って大変なんだな。もし上がりたい人いたら上がってください。大体ね、女子テニス部が悪いっていうのが名言だったかな、今日の。いや、ほら、やっぱね、体験してみないと分かんないから、ね、女子テニス部が悪かったんだね。あ、そうだったんだ。あ、奥が深い世界だな。女子テニス部が悪かったんだね。ラケットいいやつなんだろうな。あ、いろんな人がいるね、世の中ね。いろんな人が。まあね。全然全然。もういろんな人のいろんな体験、質問、ご意見、体験談、何でもありですよ、もう。一言物申すでもいいし。いや、世の中すごいね。俺、運動とかやったことないからね。スカートがずっと気になってるっぽかったね。いや、対談がしたかったの。監督と監督の対談がしたかった。ああ、4月か。あ、本当に？なるほどね。監督って大変なんだな。でも高校って俺学校の先生が教えてると思ってたから非常勤があるっていうの知らなかったのよ。
非常勤ってあるんだね。現場監督はもっと大変。足し算できないやつが来る。現場監督ともコラボしてみたいかな。現場監督から突待とうよ。ねえ、現場監督の苦悩も知りたいよね。いろんな仕事の愚痴とか何でも聞いてみたいかな。生徒数が多いとああなる。どうなんだろうね。いろいろね、まあ想像しかできないからね、俺らは。ああ、したくもない部活の顧問とかね、なんか映画のそれこそ脚本にできそうだよね。面白そう、なんか。でもなんかいいじゃん、青春ができて。高校生たちの。ねえ、熱い涙あり、感動あり、青春ありを体験できるわけだから。羨ましいけどな。なんか若い子と絡むっていいよね。大人がね。中学も外部コーチ入れるんだ。ねえ、寂しいね。まあね、経済的にもね、いいんだよ。パチンコとか打ったりさ、4号機でどうのこうのとか言ってるバカよりも全然よっぽど尊いことでしょ。素晴らしいことだと思うよ。ああ、まあ生徒は生意気だよね。どうなんだろうね。お金、お給料もらえるのかね。その辺もわからないけど、全く。ボランティアでやってるんじゃないの？多分。多分ね。あ、サボるんだ。家庭教師。俺は勉強苦手だったからな。勉強全然やってこなかったからわかんないな、その辺は。のりこ今日休み。オフ。高校はお金出るんだ。へえ。そうなんだ。まあじゃあいいじゃん。社会貢献でしょ。社会貢献。いいことじゃん。いい活動だよ。小学校、中学生はその辺教える立場による。運動系全くやってこなかったかな。運動系。二人目だね。あれ？画面固まった？落ちるかな、これ。声聞こえてる？あれなんで画面固まったんだろう。東京あんまり俺は楽しくないかな。あんまりかな。声は聞こえてるけど画面固まったね。ちょっとトイレ行ってくるね。ちょっと待ってて。よいしょ。
テンション。なんでこっち側が今日固まるんだろうな。ちょっと変えてみようか、設定を。ラジオにして切り替えてみよう。とまずラジオにして、で、画像切り替わるかな。あ、ラジオに切り替わんないね。東京より田舎の方が固定概念強くて嫌い。田舎の方がなんか俺はあったかいから好きだけどな、人は。人があったかいから、うん。なんか優しいし、人間味があって好きだけどね。ラジオにもならないから、画面バグだな、これ。俺は今起きたばっかりなんで、寝起き枠ですね。寝起き枠。全然配信切り替わんねえじゃん。ダメだなぁ。ダメだこりゃ。困ったねぇ。田舎者よそ者にいい顔する。あ、そうなんだ。多様性を認める意識はなかなか低い。あー、まあまあまあ、そうでしょ。閉鎖的だしね。うん。まあ、そういうもんだと思うよ。でもまあ、人の温かみとかあった方が俺は好きだけどな、なんか。いや、そうだと思う。CPU が限界なんだと思う。多分。いや、あのね、機材がとんでもなく多いんだよ。ドキュメンタリーとかだと、ハンディ1個でいけると思うんだけど、あの、俺が今作りたいの、ちょっとありもの、なんかこう作り込んださ、映像作品作りたいから、機材とかすごいよ。車1台もパンパンに詰め込んで最小限って感じだから。すごい大変。ずっと変な顔で止まってるね。うん、まあでもね、素材通りには行きたいかな。ちょっと、ミニマムな機材で車に積んで、車出してくれるリスナーさんとかいたら、なんかその、シーン展開とかで、ああ、俺サイコパスだからね。あんまり表情が顔に出ないんだよね。そこは辛いところだね。高みにかけるかな。アイワドツ。コラボ待ちって書いとこうか。いや、当てはまる部分が多いんだよね。うん、サイコパスじゃないかな、うん。ちょっと枠取り直そうか。画面固まってるから。もう一回枠取り直してもいいですか、皆さん。映像固まっちゃったんで。OK。アスペでもないかな。そうかな。じゃあ、枠取り直します。お疲れ様でーす。どうも、ワズツでーす。今日は2019年の1月の16日、夜中朝の7時20分です。ちょっとね、今日ゴミの日だから、今日水曜日だから、ちょっとゴミやらせて、ゴミ。ゴミ捨てないと。ゴミがね、部屋の中で溜まってるからさ。ゴミ捨てまーす。はい、ワドツ。お、金魚姫いらっしゃい。ワドツでーす。よいしょ。金魚姫見てた。あ、最近コラボ枠面白いんだよね。ハマってるよ。なんかコラボブームが来てるんだよね、俺の中に。コラボ楽しくない？みんな。コラボ嫌い？コラボ面白いよね。
もモンさんコラボ楽しい。